はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はということで、今年も続けてやっていきます。まあ先月ね、闘技場の副賞人気ランキングというものをまた今年も続けていきますよというお話させてもらいましたが、今月は皇室上位50人が使う副賞人気ランキングというところで、まあ去年も3ヶ月ごとぐらいにやってましたが、まあ今年もやっていきます。2月号ということで、この2月は皇室ですね。1月がまあ闘技場で、ここから3ヶ月ごとにまあ闘技場と皇室が調べられていくということをですね。で、2023年一発目の皇室人気ランキング、はたまた最近出た副賞が入っているのか、それともね、過去の副賞が相変わらず使われているのかっていうのをね、チェックしていこうかなと思います。まずはですね、皇室人気副賞ランキング、龍枠の11人ですね。金龍1人と銀龍10人、これ毎回毎週ね、発表されていると思いますが、まあ、今回は金龍1人と銀龍10人合わせて11人ですね。この龍枠っていう枠で、調べていきたいと思います。で、まずは下からいきましょう。10位ハンニバルですね。で、この括弧内ですけど、これは前回かな、3ヶ月前と比べてどうだったかっていうところをですね。で、ハンニバルが、まあ、3ヶ月前からマイナス2、まあ、2人減って5人の方が使っています。11人中5人、なので、まあ、約 50%、まあ、45% ぐらいかな、ですね。そして、もがみよしあきマイナス1というところで、まあ、6人の方が使っています。まあ、55% ぐらいかな。そして超高名が前回から1人増えて7人の方が使っていますよということです。そして6位ショウウオとアウグストゥスが、まあ、各9人の方が使っています。まあ、9人使ってたらもうほぼ 100% に近い、ところですね。そして5位ナタ、こちらが、まあ、この3ヶ月以内で MR 化しました。なのでナタ復権です。10人の方が使っていますということで、まあ、もうこちらもほぼほぼ 100% っていう感じですね。でもここで10人使っていますので、この上はね、もう11人もうパーフェクト、もう完全なる 100% っていう副賞が4人並んでいます。まあ、その前に5位から10位まで見ていくと、まあナタは完全に MR 化で復権してきたなといった感じですね。で、まあ、ハンニバルに関しては、まあ、ちょっと攻撃というか、まあ、アタッカー的なインフレがちょっとね、進んだかなと、いったところで、まあ、ハンニバルの数は徐々に減ってきているっていうのもありますし、やっぱり今ね、生後バフを消せる副賞が増えてきたっていうのもあるのかなと思います。まあ、でも、マイナス2なんでね、そこまで大きな変化はないのかなと、まあ、誤差範囲ですね。で、もがみもそうですね。まあ、やっぱり、ここ最近で言うと、1月ぐらいから大国主、ガレスですね。まあ、今回、K が来て、まあ、年末で言うとガウェインとか核挙兵とかね、まあ、そのあたりいい感じに強いアタッカーがやっぱ増えてきていますので、まあ、ちょっとモガミの選択肢も徐々に減り始めているのかなと、まあ、もちろんモガミも強い副将の一人ではあるんですけど、選択肢が増えた分っていう感じですね。票があちこち散らばったっていう感じかな。で、モガミがマイナス1、まあ、こちらもハンニバルと一緒で、まあ、誤差な範囲だとは思います。で、超高名ですね。まあ、超高名プラス1、まあ、これも誤差の範囲かなと。まあ、別に超高名が強くなった弱くなった関係なくっていうところですね。まあ、たまたまこの龍枠、今週入った龍枠のうち11人のうちで、まあ、前回いなかった人が入ったとかね、まあ、そんな感じに人の入れ替わりでプラス1になったとか、そんな感じだと思います。まあ、モガミとかハンニバルもね、まあ、その関係性はあるかなとは思いますが、そしてショウウオアウグストゥスですね。まあ、ここをアウグストゥスがね、やっぱ強いっていうところですね。強さ的な強さじゃなくて、なんて言うんだろうな、ネームバリュー的な強さってのがありますよね、アウグストゥスね。まあ、闘技場の時もそうでしたけど、なぜかアウグストゥスね、もう結構インフレに飲まれている副将だとは思うんですが、アウグストゥス使っている方がたくさんいるっていうところですよね。強さとは関係ないところでの、まあ、なんか人気があるのかなといった感じはしますね。で、こちら各9人で、ショウウオも各9人、やっぱ今バッファーとしてはショウウオかなりいい位置にいると思いますので、まあ、ここも強いバッファーではあるかなと。まあ、ただ人数的には増えてないですよというところですね。はい、ということで、まあ、この上1位4人見ていきましょう。ということで、1位がモルドレッド、大谷氏、タワラトータ、リシとなっています。
まあ李氏ね、まあ李氏はまあもうこれはもちろん今一番強い環境トップの副将ですので、まあ、過去のプラス1になってますけど、まあ再販もね、すぐ新登場からすぐ来たっていうところもありますので、まあしっかり、まあ、様子見で取らなかった人もこのすぐの再販で取ったのかなといった感じですね。もう本当この竜枠に入るような人ってもうほぼほぼね結構揃っている、今600ちょいぐらい図鑑があるのかな、まあ、そのうち300オーバーみたいな人がたくさんいるっていう感じですね。まあ、トップの人はもう600中600持ってるみたいなレベルだとは思うんですが、まあそんな感じですよね。なのでまあ強い副将は持ってて当たり前みたいな人たちがまあこの11人って感じですね。まあ見てみるとやっぱり李氏は使われてますよね。でモルドレッド、まあここは間違いないでしょうというところで、まあ環境トップからちょっと落ちた大谷タワラトータも関係なく使われていると。まあもちろん11人使えるんでね、環境トップから落ちてナンバー2になったとしても、まあそれは11人の中に入っていれば使われるっていうところですね。でタワラトータは弓ですので、やっぱ武将との相性がいいですよね。でまあ今回はタワラトータ、まあ、各11人の方がまあ 100% ね使われていますけど、今ね K というね副将が登場しましたので、また次回3ヶ月後この皇室の人気ランキング見た時はタワラトータ果たしてどうなっているのかっていうのは要注目かなと思います。まあ李氏とかモルドレッドとかはね、まあ本当にこの3ヶ月で強い副将が出ない限りは、まあ、当分この地位っていうのは大丈夫かなと思います。まあ出たとしても大江氏みたいにね当分の間は使われていくのかなと思ったりしますね。まあこの順位に、まあ、意外性っていうのはなかったですよね。まあまあまあそうだよねって、この並びで間違いないよねっていう感じの人気ランキングでした。ということでここから枠を広げればまた変わるかなと思いますので、枠を広げていきましょう。皇室人気副将ランキング50位まで、まあ、ここまではランキングで見れますので、ここまではしっかり集計させていただきました。でまた10位から見ていくと、恵比寿が21人の方が使っています。まあ約 40% ぐらいかな。うん、でももうマイナス8なんですよね。前回の3ヶ月前のこの動画からマイナス8になっています。やっぱ恵比寿はねちょっと防御力は、まあ、ある方なんですけど、攻撃力がね、まあ、ちょっとしんどいなっていうところで、今やっぱり徐々に減ってきているのかなといった感じがしますね。そして9位、ハンニバル、まあ、ハンニバルマイナス1なんで、まあ、誤差の範囲かなと、まあ、23人です。そして8位、最上義明マイナス8は大きいと思いますね。28人の方が使われていますというところで、まあ、最上もさっき言った通りアタッカーのバリエーションが増えたって感じですね。で、まあ、票が散ったっていうところがあるのかなと思います。まあ、最上自体が弱いわけではないので、まあ、これは最上が弱くなった、まあ、インフレが進んだというよりかは、まあ、やっぱり最上級の副将が増えてきて票が散ったっていうのが、まあ、このマイナス8につながったかなというところですね。で勝負はマイナス2、まあ、この辺は誤差の範囲かな。で29人の方が使われています。まあ、29人使われてたらねもう半分以上は使ってますし、6割ぐらいになるのかな数字的にはね。で6位タワラトータですね、33人の方が使われています。まあ、ここでちょっと差が出たかなといった感じですね。まあ、トップ帯の方はもう全員が11人中11人使ってましたけど、まあ、50人まで広げると、まあ、やっぱりちょっとタワラトータ票が伸び悩みましたよね。33、まあそれでもすごいんですけどね、まあ、それでも33人の方が使われています。前回からプラス4となってます。そして第5位李氏プラス16ですね。これは再販があった影響かな。で41人の方が使われています。もう8割以上ですね。まあ李氏は正直もっと伸びるかなと思っていました。再販も来てますし、で、まあ、再販もしかも早い段階でね来てて、もう李氏が強いのはもうみんな重々承知の上だと思うんですが、まあ、それでも41人っていうのは僕はちょっと少ないと思いました。逆にね、うん、これもう50人中50人使っててもおかしくないよっていうレベルなんですけど、やっぱ懸念点を挙げるとすれば李氏は帽子であるっていうところですね。なぜかこういう人気ランキング的なのを集計するといつもやっぱり帽子とか弓って票が伸びないんですよね、強くてもね。うん、まあ俵もそうですし、まあ李氏もね、まあ、今回41、まあ41も十分すごいんですけど、それでも僕の中の予想よりかは低かったっていうところですね。そしてここから、第4位と3位ですね。これがまあタイなので、まあ、第3位になるんですが、アウグストゥスとナタですね。
まあ、アウグストゥスがね、もう本当に票が伸びるんですよね。まあ、これはなんでかっていうところですけど、そろそろもうアウグストゥスも外す方が増えてきててもおかしくないような気がするんですけど、結局42人、利子以上の方が使っていますよと。まあ、もちろんね、再販もたくさん来ていますし、今なんかもうアウグストゥス初心者ガチャとかに入っちゃってるのかな。ですけど、まあ、それでもやっぱりこの42人の方が使われているっていうのはもう相当すごいですよね。で、ナタはもう完全にこれ MR 化したので復権ですという感じです。もちろん、まあ、UR1000 の頃でもナタは結構使われていましたので、まあ、もちろん MR 化すれば、まあやっぱり票は戻ってきますよね。そして、第2位、大谷氏というところで、大谷氏も1人増やして46人ですね。まあかなり9割以上かな。なので、もうほとんどの方が使われています。ということで、1位はもう誰かわかりますね。1位はモルドレッド、まあ、プラス前回からプラス3人で47人の方が使われていますと、ほぼ満票に近いかな。もう3人だけが取ってないよっていう感じです。でしかもモルドレッドね、今再販来てますので、もしかしたらこれ使ってない残りの3人の方も取っている可能性がまあありますよね。で3ヶ月前はもちろんね、モルドレッド再販来てなかったので、今初めての再販が来ているっていう状況ですので、まあ初版で取っていた方がまあ47人ぐらいいますよという感じで、今再販来てモルドレッド、まあ、次回の時はどうなっているのかっていうところをですね、まあ、現状でもモルドレッドやっぱり47人で一番使われている、やっぱ武将が強いかなと思います。こういう人気ランキングね、アウグストゥスもそうですけど、なかなか第一線を退いた、まあ、大谷氏とかも票が伸び続けますよね。まあ本当は利子とかがもっとグイッと、タワラトータとか、もっと軽なんか、まあ、最近ですけど、もっと正直来るのかなと僕は思っていました。まああとは、ルシーナとか、最近で言うとルシーナとかね。まああとガウェインとかのバフ系ですよね。やっぱ称号がこんだけ伸びているので、ガウェインとか、まあ今来てるカンピとかも、もう正直もっと票が入るのかなと思っていました。カンピとかね、別に育成しなくても、それある程度使えたりする副賞なので、まあどん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 入って票が伸びるのかなと思ったけれども、やっぱりそうでもないんですよね。うん。で、称号はやっぱりこの29人も使われているんですけど、ニビアンはそうでもないっていうところで、でニビアンも、まあ、票数見てみると1桁でしたので、この50人中ね1桁なんで、まあ、全然使われてないに等しい感じですよね。まあ、あとどうだろうな、まあ、ここまでがエビスまでがまあ2桁21人、あと10何票っていうのがもう2人ぐらい、陽線とかそのあたりがまあ入ってて、あとはもう2桁足してないですからね。なのでもう本当に固まってる、使われている副賞がほぼ固まってるっていう感じです。まあ、モルドレッド、大谷氏、アウグストゥス、ナタ、リシあたりはもう40人超えてますんで、まあもうほぼ使われていると。10人中9人ぐらいはもう使ってますよ、みたいなレベルですよね。10人中9人、8人ぐらいは使ってますよっていうレベル。で、まあ、タワラ、ショウオ、モガミ、ハンニバルとかでもう5人中、10人中5人使ってますよみたいなレベルですし、5人6人7人ぐらいは使ってるレベルになってて、もうこんだけ数字落としたエビスでもやっぱ10人中4人ぐらいは使ってるのかな。ですので、もうほんとこの10人の副賞に偏ってる感がすごいのかなと。まああとは陽線とかね、あのあたりがまあ10何票とか持ってたぐらいで、本当にあとは1桁ばっかりでしたので、今やっぱ人によっての個性っていうのがね、だいぶ減ってきたのかなと、編成の個性っていうところが減ってきたのかなという気がしますね。もう大体みんな使ってる副賞同じっていうところで、1人2人やっぱちょっと個性出ますけどっていうところですよね。まあ、他の、まあ、11人中9人の副賞に関してはもうほぼ同じの使ってるみたいな状況ですので、僕こういうのあんまり好きじゃないので、まあ半分ぐらいはやっぱその人の個性が出るような、編成が出るような副賞の強さっていうのをちょっと横ばいにしてほしいなといった感じですね。まあそれがちょっといい傾向が出てきてるのが、まあモガミかなと思います。モガミがね、まあ数字は落としましたけど、まあこのあたりの強さの子が、まあ最近さっきも言いましたけど増えましたよね。 K とか、あとはパーシバルとかもそうですし、まあアバターだったらもっといますけど、核挙兵とかもね、なんか面白い性能してましたし、ガウェインとかも、大国主とかもね、まあ大谷氏に近いぐらいの力持ってるだろうしっていうところで、まあ8期とかも最近 MR になって、まあ嫌な感じ、嫌な
洗脳してますよね。あとはまあなった上杉謙信とかも MR 化して、まあ、思ったより定譜が入ってなかったなという印象ですけど、まあ、織田信長とか西川孫一とかも決して弱くはないですしっていうところで、この辺にもっと票が集まるかなと思ったんですけどね、意外と、うん、まあ票は散ってますけど、まあ最上がこの中では一番票を取ったのかなといった感じでした。はい、ということで、まあ僕的にはね、まあ、票を集めててあんまり面白みのないなっていう感じでしたけど、もっとね、ガウェインとか郭挙兵とかパーシバルあたりは、まあ、このあたりに出た時期に出た副将っていうのはもうちょっと票が伸びてもよかったのかなと思いましたが、まあ意外とですね、まあ今までいた副将一番票が変わったのは李氏の16票っていうところでね、李氏がプラス16票して、まあ一気に伸びてきたっていうところですね。まあこれはもう本当に再販の影響があったのかなとは思いますが、まあ再販なければね、まあそこまで伸びてないんだろうなっていうところでした。はい、ということで今回は皇室の人気副将ランキングを取らせていただきました。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。お伝えフ。